まあ大きな転機ですよね、人生で見ると。 その時ってやっぱ怖かったですか、それかもう、うん、なんていうの、もうやめざるを得ないみたいな、追い込まれたからもう逆に、うん、えいみたいな感じで。いや怖いし不安だしですよね、うん、だから心理学学びに行ったし、コーチング学びに行くし、36ぐらいになるとちょっと保守的になるというか、20代の時の26ぐらいの時とはまたちょっと ね違う、しかもある程度ね、うん、出世して地位があると、それを捨てるっていうのは、うん、だけどね、もう選択の余地はなかったですよね、もう、もうよたよたですからね。でもその独立する時にもうコンサル担当で行こう、うん、あ、コーチングで、最初はコーチ、コーチング、うん、でそれなんか、うん、じゃあ辞める前とかその頃に学んで、うん、そう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 、だけどまあコーチングで僕は残念ながらなかなか稼ぎ出すことができなかったので、うんうんうん、じゃあまあ、 会社員時代に経験してきたコンサル担当の方が、うん、稼ぎやすいなと思ったので、うん、まあ、そこは肩書き変えただけです、別にやってることはそんな変わらないです。でもそのコーチングからコンサルティングに変わって、やっぱりその自分の仕事の幅っていうか内容っていうのもだいぶ変わってきたんですよ。そう、コンサルタントって便利な言葉で何やっても許されるんですよ。あ、ですか。じゃあ僕も今日からコンサルタントに。そんな感じでも、あ、なるほど、うん、まあでも、まあ、かっこいいですよ、なんかコンサルタントって。いやでも怪しいでしょ、怪しいし、まあまあ広い、うんうんうん、広い感じで、まあ、そうね、そうそうそう、まあこんなこと言ってなんか本当にちゃんとしたコンサルタントは申し訳ないんだけども、うん、だけどまあ便利な言葉なので、コンサルタントとして契約は取りやすい。だけどその中で実際に経営者さんとやることっていうのはカウンセリングだったりコーチング技術だったりするっていうのは事実で、それはすごく機能しましたね。だから勉強してよかったなと思って。でそこからどういうこうね、多分独立してからもすごい葛藤があったっていう話がやっぱあったと思うんですが、どこから今の永ちゃんの どのぐらいでこうビジネスがうまくいきだして、で今の世界に行ったのは、うん、世界というか もちろんつながってるんでしょうけども、やっぱりこうだよなっていう、このフリーランス、あの経済的な話でいうと、うん、割と2年目でうまくいったんです。でも早いですよね、うん、早かった。これはね、うん、必死こいて、多分人生の中で一番必死こいたのがその時期だったんですよ、うん、もう誰も頼りにならないし、自分の働き方とか将来ってそこにかかってくるなと思ったので、うん、必死こいて動いてたんですね、うん、1年目だけど、1年目ってね、年収が150万ぐらいしか稼げなかったんですよ、はいはいはい、だけど、うん、その姿を見てってくれた、昔からのご縁のある、その人が、大きな仕事を持ってきてくれたんです。あ、でそれでポンポンポンと決まって、まあ、普通に食べれるようにはなった。でまあ、もちろんそれもそれはそれですごく感謝してる話なんだけど、だけど本質的なところはあんま解決されてなくて、はいはい、どう生きるべきだ、どう働くべきだっていうことをやっぱりずっと考えますよね、うん、その中でね、でその時頃にフリーランス大学っていうのを作って、自分もそうだし周りの人たちも一緒にそれを考えようと、フリーランスとして自分の力で生きていくってなんだろうねっていうことを一緒に考える場が欲しいなと思って、フリーランス大学っていう名前を勝手につけて活動を始めたんです、どちらかというとそれをビジネスモデルで新しくやろうというよりは、なんかそういうコミュニティじゃないけど、一緒にそういうことを生き方をする、なんだろう、場というか、そう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 、コミュニティを作っていきたいなっていうのが、そういうことです。そこら辺から入ってきた。そこから入ってた。だから自分もそこで いろんな人と関わって、そう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 。うん、模索していきたいというか、そう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 、今でもそうですけどね、今やってても結局自分が学んだり気づいたり、クリエイティブな発想をするための場がそういうフリーランス推進機構っていうコミュニティ事業だったりするので、まあ、もちろんそこに収益性も載せてるんですけど、でも基本的には一生そこで学んでいければなと思ってやってるんです。理事のケンちゃんも、はいはい、まあ、仲間理事は全部で、6人いますけども、はい、そこを共有してくれる仲間のイメージで声掛けしてるので、ありがとうございます、ね、末永くよろしくお願いします。いやいや、でも声かけてもらった時もすごく嬉しかったです。あ、本当ですか、ありがとうございます。あの永ちゃんに余裕認めてもらえたみたいで、余裕で僕の中の承認欲求がすごい満たされました。お互い様が、いつもこうやってケンちゃんが褒めてくれることによって心が安定する。ざわざわいつもしますか。依存し合ってる。そう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 、そんな感じ。時にはそれも意外と大事だ。共依存みたいな、ね、うん、でもあのダガちゃんを見てると、うん、もう今は本当に周りにいろんなね、プレーンというか仲間がいっぱいいて、
まあ、大体何かあればこの人お願いしようとか、なんかそういうつながりがもうすごいあるっていうイメージがもう僕はもうあるので、そんなね多分独立した当初の多分孤独でしたよね。孤独だね、でもね最初はね。その頃全然想像つかないというか。あ、そう、最初から。でもみんなそうですよね、やっぱり成功してる人を見ると成功してる部分しか切り取って見ないので、あのその後ろ側の部分ってなかなか見えないですよね。 そこにまで積み上げてきたものというか。そうですね、でその切り取った部分だけを見てそこだけを真似しようとするから、方法だけ真似してもうまくいかないみたいな。そうね、ほんとそこ、うまいこと言うなよね。ほんとそれ、その葛藤とか積み上げてきたものがその人を、なんていうんだろうな、作るというか土台というか、そうですね、ちゃんとした動機になりますね、それはね。ちなみに永ちゃんその、今フリーランスで活動してる人とかしたい人の、個人的なコンサルティングとか、いろんな人と関わったりしてると思うんですけれども、どういう、普通のコンサルタントとちょっと僕は違うかなと思ってるんですけど、どういうところを一番なんて見てるというか。それはね、もう一つだけで、ちゃんと自分と向き合える人。ああ、なるほど。結局、嫌だなとか、もう仕事を相手からお願いしますって言われても受けたくないなっていう人は、うまいことやるんだけど、自分の例えば本心とか自分の弱さとか、自分が本当に欲しいものとかに向き合わない人っているじゃないですか。小手先でうまくやろうとするとか、ちょっと気まずいと逃げちゃう人とか、でもちろん僕の中にもそういう弱さ自分自身の中にあるから余計そうなんだけども、そういう人とは一緒にいたくないなっていう。いくらお金出すからって言われてもちょっと嫌だな。あ、なるほどなるほど。でちゃんとやるんだったら一緒にやろうって思うんだけど、あってもいいけど、そことちゃんと向き合いたいって思ってる人ってことですね。そうそうしないと時間の無駄になっちゃう。無駄。そうそうありますね、表面的なやり取りだけであってもね。でね、僕はね、フリーランスがなんで好きかっていうと、もう逃げ場ないじゃないですか。組織の中だと割とごまかせたり、誰かとやってるから、うまくいかなかった時に、ごめんなさいね、彼がねって言えるじゃないですか。だけどフリーランスの場合は言えないじゃないですか。もうあなた責任者でしょって、あなたとやってんだから、もしうまくいかなかったらごめんなさいって言えないといけないですよね。まあ、ごめんなさいね、済めばいいんですけどね。だけどごまかせるっていうのはやっぱり人間の弱さにを、なんていうかな、膨張させてしまうと思います。なるほどね。だから慣れちゃうしね、そういう環境に当たり前になってしまう。そうか、年と取れば取るほど言い訳が上手になる。だからごまかし方も巧妙になってくる。あ、なるほど。でその本人ですら自分がごまかしてるってことが分かんなくなっちゃうんですよね。上手にできちゃうから、これはしょうがないよねとか、これは時代のせいだよねとかっていうことを本気で思っちゃってる。やっぱり自分、そのいわゆるアウトサイドの事情で自分を生かしちゃうと、やっぱり変われないですよね。良くなれないし成長できない。だからどんな状況だったとしても、誰がどんなにまずいことしたとしても、全部自分のこととして主体的に物事を前に進めていくっていう力を養わないと、フリーランスとしては多分生きていけないはずなんですね。なるほど。だから僕はフリーランスが大好きだし、一番ね面白いのはね、僕フリーランスやってます、全然稼げてません、永瀬さん何とかしてくださいって言える人。意外と言えないかもしれない。言えない。いや、僕そこそこやってますけど、永瀬さんちょっとなんか教えてくださいみたいな人は嘘こけと思うんですよ。確かに表面的には簡単に作れる時代になった。そうそうそう、簡単にホームページ作れるし、名刺でなんとか、そうかっこいいキャッチコピーやって、かっこいい名刺を作ってとか、もちろんそれはそれでいいんですけれども、だから表面はこう、なんだろう、お化粧できるというか、それっぽく見せるツールっていうのはいっぱいできちゃってるので、逆になんかこう稼げないっていうのってちょっと恥ずかしいというか、恥ずかしい、言いにくい。だけど自分と向き合ってれば、まあ言える、言うしかないですもんね。それこそ僕は税理士でも関係者でもないんだけど、例えば会社やってて税理士さんに結果見せるときに、これちょっと恥ずかしかったりするじゃないですか。だけどこれごまかせないですよね。でよろしくお願いしますって言うじゃないですか。これが普通当たり前のことかなと思うんだけど、それ以外には割となんか虚勢を張ってしまう。これを外さないとやっぱりフリーランスとして等身大の力を発揮できないかなって。なるほどね。僕もカウンセリングとか生き方とかで、やっぱりその自分の弱さ、強さと弱さ、みんな持ってると思うんですよね。やっぱり弱さを
隠すとか、うんうんうん、弱さを無視して、うん、その無理に強さだけで生きるよりも、うんうんうん、ちゃんと弱さと向き合って弱さを認めてあげることで、うんうんうん、自分らしく生きやすくなるっていうのはすごく一つのテーマだったりするんですけど、そういうところではすごい似てますよね、うん、言ってることがね、うん、そういう人だとなんか人に紹介できるもんね、うん、あ、なるほど、あ、この人こういう人だよって紹介できるんだけど、うん、そこ隠す人を人に紹介できないじゃないですか、うん、なるほどね、そうするとやっぱり仕事としても広がっていかないって思うんですよね、うん、自分がどこまで隠してるかって、うんうん、自分しか知らないから、うんうんうん、意外と本には気づいてなかったりとか、昔の自分に比べれば僕も出せれるようになったけど、うん、100% 隠してないかっていうと多分嘘になるし、うんうん、あ、でもね、それは一緒で僕も今、うん、隠してますからね、うん、だけど隠してるからこそそこの弱さが分かるじゃないですか、うん、あ、そうですよね、そうそうそう、うん、だからそれをなるべくずるくないように、なるほど、ね、うん、いけたらいいなっていうふうに思う感じ、うん、まあ、弱さってなくならないですもんね。なくならないね。不安、心配、うん、恐れもそうですし、絶対ついて回ってくるものですもんね。